これを選んでるんだけど、ここなんか比較ってかいっぱいなんかできるんだ。あのね、ここは最初で、ね、今この中をね、何を作ってるの？散策道路。散策路。あ、すごい面白い。見沼区の市民のオアシスになるってことですか？ここは。三回か四回まで行くみたいね。じゃあもうちょっとなんかいろんなのができるの？できないできない。あ、もうできない、うん、できる。でも綺麗な芝生ですね。うん、あの建物じゃなくて、要するに自然散策で、ね、ここを下行くと今度はまた下に紅葉ができる。あ、そうなの。そういう計画みたいな。川とかあるんですか？ある、その先行くとあるよ。ある、綺麗な片山は。汚いよ、汚いよ、汚いの。汚いのありがとうございます。今日は見沼区の花の都にやってきました。あ、お金、ここは駐車場。うん、今日はね、染谷花菖蒲園っていうところに菖蒲の花と紫陽花を見に来ました。もっ、あ、ちょっと広角にしようかな。うん、ということで行ってみましょうか。早速ね、もう紫陽花見えてるんですよね。で、車で通りかかった時にあの動物も発見しました。この先にね、いるんですよ、その動物が。ほら見て、これ白いからアナベルっていう品種じゃない？紫陽花ほらこんなにたくさん。まああの、ここ直売所で、あ、こっちメインエントランスなんですけど、まあエントランス入れば、もうちょっとすごい光景がね、見えてくるんじゃないでしょうか。はい、ここにもいい感じの、綺麗だね、紫陽花いい感じじゃない？ああ、紫陽花が咲き誇っております。綺麗だね、今ほんとハイシーズンって感じ。素晴らしい。ちょっと動物先に見に行こうか。あー、すごい整備されてて、さいたま市にさ、ねえ、こういったオアシス、花のオアシスあるなんて知らなかったな。うん、しかも今日平日なんですけど、結構駐車場もパンパンでしたね。うわ、すごい、ここの中もめっちゃアジサイ、ほらすごいね、いい感じ。マテイスの音楽、音楽の BGM も流れてますね。ほら見て見て止まる。あれ、ここにね、さっき動物いた、いた動物いた。はい、これアジサイ、めっちゃ綺麗だね。今本当に今見頃って感じ。動物いるんですよね。なんでここに動物いるんだろう。あ、ヤギさん、ヤギさんがいます。こんにちは、こんにちは、ヤギさん。近くで見るとすごい迫力ある、ね、結構近くで見ることで角が生えてるオスだよね。あ、こんな感じ。あ、後ろ側に小屋がある。あの、ここに住んでるんだね、ヤギさんたちは。ということで花菖蒲園早速入ってみましょう。はい、ここ入り口、そこ受付、今開園中。じゃあこんにちは。どうす、ここは休憩室かな。ああ、整備された日本庭園っていったような感じですね。お、ここ閉まってるけど、あそこでなんかくつろげそうですね。ああ、いいね。もう早速さ、紫陽花ありますよ。あ、綺麗、めっちゃ。めちゃめちゃ綺麗じゃない？ほら、順路。すごいね、大きなアジサイ、素敵だね。これとかほら、うわー、こんなところあったんだ本当に。はい、こんな感じで、あ、まだまだこの辺とかこれからっていうような感じですけど、いいですね、綺麗です。
ちょっとジンバルつけようかなということで、ジンバルつけ終わったので園内散策行ってみましょう。お、早速モコモコのアジサイ発見。奥の方に行ったらもっとモコモコなアジソイ、アジサイ、アジソイじゃねえ、アジサイありそうな予感がしますね。ここでも十分見応えがある。これはまだこれから花開くような感じだね。真ん中の方なんだろう、つぼみになっちゃってるもんね。でもつぼみのアジサイもなかなかおつなもんで綺麗だね。これから頑張って開花しますって訴えられてるような感じがします。よし、楽しみだな。ソメや勝負園だけあって、まあアジサイというよりかは勝負の花がメインなんですが、アジサイもね見応えがあるっていう風にね、あのホームページに書かれてたので、まあ確かに、うん、確かに見応えありますね。めちゃめちゃほらいい感じじゃない。うん、すごいね。ここだけでもさ、これからつぼみのアジサイもあるから花開いたらすごい見応えのある雰囲気になるんじゃないですかね。はい、ということで順路に沿って歩いて行ってみましょうか。まだアジサイ、ここからほら勝負の花。あんまりね個人的に勝負の花って馴染みがなくて、あまり意識したことなかったんだけど、これが勝負の花みたいだね。勝負の花綺麗だな、いろんな色の勝負の花があります。この時期っていうと思いつくのはアジサイだけど、アジサイなんだけど、勝負もこの時期の花なんだね。綺麗っすね。ほら少しこう花びら、これは枯れかけてんのかわかんないけど、なんかくしゃくしゃって しててなんかピッてしてるような花びらじゃなくて、なんかこれはこれで、うん、芸術的な雰囲気を醸し出してるような感じがする。無理やり例えましたね。はい、ところどころで休憩できるスペースがあるみたいですね。鳥のさえずりが非常に心地いいですね。ほらいいでしょう、美しいでしょう、素晴らしいでしょう。これが勝負園です。あの埼玉市の、ね、ここ見沼区なんですけど、こんなねオアシスがあるなんてね、近所に住んでたんですが知りませんでしたね。調べてみるもんですね。お、ここのさアジサイモコモコでボリューム感がすごいです。ほらすごいね、こんなにモコモコしてる。個人的にはね、個人的にはアジサイはねやっぱり紫とか青が好きですね。まあ白もいいけどね。なんかでも勝負よりも花のボリューム感のせいか、アジサイの方が結構目立ってますね。駐車場のおっちゃんが若干、勝負は若干見頃ちょっと過ぎぐらいなこと言ってたからな、最盛期というかもっとすごかったんかな。なんかアジサイの方がなんかボリューム感ない。あ、俺の好きなさ青いアジサイ、これ結構さ見方によってはこういう青いアジサイハートに見えたりするんだよね。そこもいいんだ何がやねんって話ですけどね。この辺はまだまだこれから、これからな感じがします。だいぶつぼみですね。こっちなんてまだ全然もうつぼみすらまともに育ってないような感じ。このピンクの花は何だろうね、アジサイでも何でもないけど、うん、可愛い花ですね。ところどころにこの可愛い花とかもあります。お、蝶々いますね。蝶々、モンシロチョウですよね。ほら蝶々こんな感じ、まあ、飛んでっちゃった。はい、
ということで、どん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 進んでみましょうか。今なんですかね、早咲きなのか、やっぱりこの白いアジサイが一番なんか育ってるというか、そんな感じですね。青はまだこれからな感じだね。でも所々でボリューム感があって、撮影しがいがありますね。この辺とかもアジサイだと思うけど、一気に花開いたらすごそうだね。いやー、来てよかったわ。うん、本当に車でね10分圏内のところに、ここがありました。俺なんで今まで知らなかったんだろうね。わかんないけど、普通にすごいです。勝負は本当にこの映像が放送されること頃にはもう勝負はちょっと本当に終わってそうな感じではありますが、アジサイはこれからやばそうですね。あの辺とかもまだつぼみの花も多いんですが、モコモコしてて、しっかりと花開いた時本当にすごそうです。すごそうな雰囲気が出てます。こんな感じ。まだこれからのやつも結構多いんですよ。上にね展望台が、ほらこれもほらモコモコしてるでしょう。モコモコのアジサイでございます。こっちの青はこれからだね。ということで勝負の花全然取れてないけど、アジサイばっかだけど、展望台登ってとりあえず動画は終わりにしようか。なんかやっぱアジサイの方が目立ってる感じするね。普通に展望台から景色を眺めて一旦区切ろうと思います。次は勝負の花が本当にピークのタイミングにも来てみたいっちゃ来てみたいですね。でも十分見応えあります。ここすごいです。ここが展望台ですね。園内すべてをここからこんな感じでね見渡すことができます。全体はこんな感じ。ところどころで休憩スペースがあるのが分かりますね。はい、ということで、今日はアジサイと勝負の花を見に、染谷勝負園に来てみました。ということでご視聴ありがとうございました。また。